いろいろあって何がメインの肩書きっていうのはないんですけど、ラジオパーソナリティとタレント、それからヨガインストラクターと専門学校の講師、あとはサウナーとして活動してます。まあ、サウナーはサウナのことが好きな人たちなんですけど、サウナの中で汗をかくんじゃなくって、サウナのために汗をかいている人たちのことをプロサウナーというんですが、それでいくと私もプロサウナーなのかもしれません。バレーボールをずっとやっていたので、その動いた後にクールダウンするっていうのはずっと習慣になっていて、私は最初は水風呂だけ入っていて、サウナは入ってなかったんですけど、アンドサウナという番組のリポーターに選んでもらって、でそこでいろんな方にサウナってこういう風に入るといいんだよっていうのを教えてもらって、でその通りに入ってみると、あ、なんだ、水風呂ってサウナの後に入った方が気持ちよかったんじゃんっていうことに気がついて、そこからサウナにハマっていきましたね。自然体で発信していこうということで番組のコンセプトとしてもあったので、分かんないうちは整うって言わないでおこうみたいな、だから今もしかしたら私整ってるかもしれませんみたいな北海道のサウナを最初はたくさん巡っていて、で帯広のサウナに行った時にこれだなってピンときて、いや整うってこれだわっていう瞬間があって、あ、みんなこれを求めてサウナサウナ言ってたんだなっていうのが分かりました。サウナはやっぱり普段仕事とか毎日の生活で溜まっている疲れを全部出し切れるというか、まあ、毎日があって、でふとその毎日の中にサウナが入り込むことによって、そこで一旦リセットというか、なんかこう何でもない自分に戻ってまたスタートリスタートみたいなのが切れるアイテムというか、まあ、そういう時間なのかなと思ってます。そんななんか大げさなことじゃないっていうか、別に歯を磨いたりトイレしたりお風呂入ったりするのと同じくらいサウナって自然に入っていいものだと思うので、なんかいや心地いいって感じる入り方でいいんですよっていつも言ってますね。自分の体調の無理のない範囲で、施設に行くんだったら周りの人に迷惑をかけない程度だったらご自由にっていう感じで今日はサウナのトークショーのお仕事です。サウナ界の、まあ、いわゆるプロサウナーの人たちが集まって、でサウナの魅力について語るのはもちろんなんですけど、サウナでもわからないようなかなり難易度の高いサウナクイズをするそうです。皆さん整ってますか？どっちほどサウナでっていう感じが。じゃあよろしくお願いします。お願いします。すいません、観音地獄、茶草から茶草からなんです。はい、そんな感じです。はい、よろしくお願いします。お願いします。豊沢さんにサウナを教えたのが、あ、整え親方に最初教わりました。番組作るときにどの子と作りますかみたいな、いろんな人がいるんだけどあのこの子って言ったのが豊沢さん。もうそれすぐですか？すぐ。もうめちゃくちゃ非常にこうヘルシーで、はい、エシカルで、エシカルってわかんないですけどエシカルかと思って、はい、ヘルシーな感じだからこの人ですよっつって始まったのがきっかけ。選ばれたのは私でした。何十年か前は日本のお家にお風呂ってなかったと思うんですよ。お風呂ないからみんな銭湯に行ってたじゃないですか。だけど今こうして大体のお家にお風呂があってシャワーがついてってなってるので、それサウナもこうなっていくだろうなっていう、そのうち一家に一台サウナがあるなんて全然普通じゃないみたいな感じになるのかなと思っていて、なので自然な発想でこんなにサウナに行ってるんだから家にあった方がいいよねって
ていうところでお風呂の隣につけました。サウナは、まあ、絶対必要なものではないんですけど、やっぱり汗をかいたり水風呂で体をシャキッとさせたりで休憩して脱力してリラックスみたいなのってやっぱりこう自然と自分のことを考える時間になったり、あとは暑いと何も考えられないので暑いなーってぼーっと汗をかくとかってやっぱりこの忙しく暮らしてる私たちには必要な時間だなって思っています。どこの施設がサウナ室が何度でしたとか水風呂に何分入れましたとか、まあ、もちろんそういう世界もあっていいと思うしそういう楽しみ方も私も楽しいと思うんですけど、私にとってのサウナはもう本当にただ着替えて、まあ、お風呂に入ったりこう歯を磨いたりするのと同じくらい自然なことなので入りたいタイミングで入るしっていう感じに最近はなってますね。髪の毛の長さが短くなった水風呂に浸かった時に毛先が湯船につかないように短くしてくださいって美容師さんにいつも水風呂ヘアでお願いしますってつかないように切ってくださいってお願いしてたりとか、あとはまあもともとすごい代謝がいい方なんですけど、やっぱりサウナによく入るようになってからはより一層代謝がいいというか冷えにくいし汗もかけるしっていう変化はありますね、うん、当然サウナの中携帯が持てないし本を読んだりしても暑くって入ってこないので文章が、なのでぼーっとしてるのでその時間がなんか私が自然体でいられることにきっとなんか役立ってるなっていうのは感じます。なんか身近な人にもっとサウナの良さ知ってもらいたいなっていうところで、子育て中のお父さんお母さんたちってなかなかゆっくりサウナに入れない、まあ交代交代で赤ちゃん見てたとしてもやっぱりどこか急いでしまう気持ちあると思うので、そういう人たちのために託児付きのサウナイベントをしてみたりとか、なんかせっかく私もサウナに入っていいライフスタイルが身についたなと思っているので、その良さを多くの人に知ってもらいたいから、あれはどうかなこれはどうかなみたいな感じでいろいろやってみてるところです。なんかよくありのままでいいよってヨガの先生とかも使うんですけど、私はありのままでいいんですけど、そのありのままってなんかただだらけて何もしないで私ってこのまんまですみたいな状態でいいかっていうとそうでもないなと思ってて、自分が持ってる全部を生かしきってこれが私ですっていうのがありのままかなと思ってるので、やりたいことは全部やるとか今できる最善を尽くすみたいなのは気をつけてるというか自然とそうしているかなと思います。私も自分ってどういう状態かなって自己分析したら浮いてるっていうイメージなんですよね、自分としては。それって沈まないってことでもあるなと思っていて、結構やりたいことやってみるんですよ。あれやってみたらって言われたらそうだね楽しそうって言って、まあサウナとかもそうだし、大会に出てみたらって言われたらそうだね出てみるって言ってミスコンテストに出てみたりとか、柔軟性を持ちつつでもなんか沈まない、常に浮いていられる、なんかぷかぷか浮いてれば流されててもなんとかなるじゃないですかっていう感じのイメージでいますね、うん、